こんにちは、トシネカップのりくです。今ですね、僕がよく言われること2つあります。1つが、同じ服ばっか着てんね、たまには違う服が見たいっていうコメント、視聴者さんからコメントいただいたんですけど、それは本当にごめんなさい。同じ服しか持ってないんで、あんまりバリエーションがないんですけど、近いうちにですね、秋服も買うんで、そちらを楽しみにしていただければなと思います。で、もう1つが今回の動画の内容なんですけど、髪の毛めちゃくちゃ伸びてきたねっていう、まあこれ主に言われるの楓からで、もうこれパーマ当ててからもう1ヶ月半かな、約2ヶ月ぐらいが経ったんですよ。実際ですね、こう見てる分かる通り、もっさもさしてて、前髪もこんな感じ。いつもだったらこうやって上げてるんですけど、髪の毛はね、もう長すぎて上がんないってことで、まあもうこうやって流しています。で、今日が9月23日で、楓が大学のゼミに行ってて、今一人なんですね。なんで一人で撮ってるかっていうと、いつも僕髪の毛切るとき、楓にどういう髪型がいいみたいな、どんな感じにしたらいいかなっていう、こう相談だったり報告みたいなのをしてるんですよ。で、今回はあえて報告とか相談を一切せずに切ってみようかなと。というのも、今日が9月23日で、9月25日に京都のちょっといいホテルをめちゃくちゃ安く予約できたんで、まあ一緒に遊びに行く予定があるんですね。で、その25日の前日、24日ですね、明日に急に髪の毛切ったら、楓はどんな反応するのかなっていう、まあ、検証というかね、まあそういうことをやってみたいなって思ったんで撮っています。って言っても、この動画ってすごいリアルなところをお届けしてるんで、多分楓はめちゃくちゃ驚くことはないと思います。切ってきたよって言って、多分お、いいよ、あ、切ってきたんよぐらいやと思います。まあそれをお楽しみに。で、今日が23日ですね。僕は今からヒゲの脱毛に行ってきます。 K ばっかですね、自分。長い。どっちの方がいい？長い方がいい？短い方がいい？上げてる方が好きなのか、おろしろが好きなのか。でもどうやろう。最近こっちを見飽きたから。上げてほしい。そっちかな。短い方見たいかも。上を向いたら。聞いた意味。聞いたこと。意見調査ですよ。そろそろ行こうかな。ご飯食べときや。炊けるまで待ってる。俺を待ってるんじゃなくて、ご飯を待ってんのか。ダメだ。そうかそうか。ほら、開いてきます。ただいま。みやぶは？髪の毛気に入ってました。え、あ、そうなん。そう、こっそり切って驚かせようと思った。いつものとこ。あ、そこまで行ってきたの。そうやで。めっちゃ切ってきたね。めっちゃ短くなった。めっちゃいい感じやん。短くなったね。いつもさ、切るとき相談するやん、うん、どんな感じがいいと思うとか、うんうん、なんか今回はあえて何も言わずに行って驚かせてみようと思って。びっくりした。明日ホテル行くやん、うん、それに備えて、なんかヒゲの脱毛も行って、眉毛サロンも行って、もう髪の毛も行くしかないやろと思って。別に行くしかないことはない。けっけっけって今日もこっそり撮ってた。どこで？俺が髪の毛の話してるところ。え、そうなの？実は別にどっちでもいいけどって。でも長いの見飽きたなっつって遊びに行ってくるって嘘ついて行ってきた。しかもミヤムの遊びにしては短いなって思ったけど。確かにね。あ、何も疑わんわと思って、普通にバス乗ってパンパンとかできた。そうだって、ミヤムと遊ぶにしてはあんな2時きっかりに行くわけないもんなって。うちがご飯できたよって言ってんのに帰ってから食べた。そう、めっちゃ思ったね。ご飯作ってくれてたやん、うん、食べたい、でも予約してるからと思って。そうそう、で絶対ミヤムとの約束やったらちょっとでも遅れる。じゃあ食べてから行くわって言うの。まあそう、10分ぐらい遅れても大丈夫やし、うん、って食べてから行くのに、おえって思って。珍しいと思った。珍しいって思うけどってどっちの方がいい？長いのと短いの。顔ちっちゃく見えるよ。あ、やっぱ違う。なんか頭めっちゃちっちゃくなりましたねって言って言った。あ、髪の毛。髪の毛多分めっちゃ多かったから。めっちゃスッキリしてる。スッキリした。いや、なんか相談せず行ったからさ、どうかなと思ったけど、うん、着ない方が良かったって言われたから、と思って。いや、めっちゃびっくりした。あれ、ミラム遊びに行ったんちゃうの。いや、もう飽きた瞬間のリアクション面白かったよな。ガチャ、え
って。え？明日はホテル行って楽しみましょう。はい。はい。閉めちゃって。ではこの髪型がいいと思った方は。グッドボタン。悪いと思った方は。グッドボタン。お願いします。はい。では。バイバイ。グリースつけてどうしようかな。めっちゃ短くなったな、ほんまに。グリースつけたらこんな感じ、うん、明日のホテルも楽しみやな。これで行くの確かに。